カバネル、ビーナスの誕生アレクサンドル・カバネルは、フランスの画家。カバネルは、エローケン・モンペリエに生まれた、アカデミックなスタイルで、歴史、古典、宗教をテーマに絵を描いた、肖像画家としても、有名だった。DX ナーイをエンセクリピーディコサルバットによると、カバネルはアール・ポンピエの典型であり、フランス皇帝ナポレオン三世のお気に入りの画家だった。カバネルは17歳で、 エコールデ・ボザールに入学した。フランスワエドアール・ピコについて学び、1844年、サロンに最初の出展を果たす。1845年には22歳で、ローマ賞を受賞。1863年には、フランス学士院のメンバーとなり、同年、エコールデ・ボザールの教授に就任した。また、1865年、1867年、1878年と、 グランデ・マドイ・ディ・オー・オーナーを勝ち取った。このように、カバネルは、パリ・サロンと密接な関係を持っていた。カバネルとウィリアム・アドルフ・ブグローが印象派画家、エド・アール・バネなどの絵のサロンでの展示を拒否したことが、1863年の落選点の騒動を招いた。成功したアカデミック画家として、カバネルが1863年に描いた、ヴィーナスの誕生は、19世紀のアカデミック絵画で、 最もよく知られている絵である。この絵はナポレオン3世が購入した印象派とは表現も思想も正反対のところにある。この絵画は印象派の殿堂とも言えるオルセイ美術館に所蔵されている1875年に銀行家ジョン・ウルフのために描いた複製画は1893年にウルフが寄贈してニューヨークのメトロポリタン美術館にある。 アレクサンドル・コップネル、カリフォルニア、千八百六十五カバネルの教え子には、以下のような画家がいる。日経大人のオフ二千十八年七月号、日経 BP マーケティング、六十七ページ、宮下木久朗、欲望の美術史公文社、二千十三年、四十三ページ。ISBN 九百七十八から四から三3 4 0三七四五一、DX ナイオエンセクリピーディコサルバット。 1982バルセロナハットディクショナリーオブアートボリューム5 pp 341から344ハットメアリーライターダービーシェアーイングランドケデルストンホールナショナルトラストフォープレイセズオブヒストリックインタレスト UK、ありがとうございます